こんにちは、なっちゃんです。むっちゃんです。今日ははい、うん、こちら四国はですね、宇和島に来ておりまして、愛媛県宇和島市ですね。そうですね。でね、宇和島城が現存天守閣12条に選ばれているので、そうなのね、うん、もうこれは城で過酷な思いをするのが好きな私たちは絶対行かなきゃいけないということで、はい、どんなお城かね、すごい気になってるの。そうだね、結構ねハードな気がする、天守閣までが。本当に、うん、まあ、ちょっと上の方には見えたね、うん、ちらっとね、うん、まあ、ちょっと行ってみないとわからないので行ってみます。とりあえず行ってきます。はい、結構過酷なのかな。杖も置いてある。どんだけ過酷なんだろう。結構石段が、うん、それなり楽ではなさそうな雰囲気を感じるね。そうそう、結構当時を感じられる雰囲気があるよね。うん、むっちゃ見て、あそこ石垣じゃない？あ、見えてるね。むっちゃんすごい、うん、なんか異世界に来ちゃったみたいな。なんか急に世界変わっちゃったね、うん、ほら、あ、素敵だわ。宇和島城ってさ、なんかすごいみたいなんだよ。何がどうすごいの？あのね、うん、まあ、現存天守閣、うん、12条に選ばれてるうちの一つっていうのは有名じゃん。うん、知ってる知ってる。で、重要文化財っていうのも有名じゃん。うん、書いてあったね、さっきね。でね、うちがね、すごく興味を持ってるのは、うん、お城ってそもそもさ、壁があってさ、四角形っていうのが常だと思うの。壁があって、うんうん、なんかそれが本当は五角形なんだって。五角形なの？うん。でね、結構ね、後の歴史でね、もう徳川家康時代ぐらいにもこの宇和島城は四角形っていう文書が出てきてるらしいのね。うんうん。で、後々ほら Google マップとかでさ、空から見るじゃない、見れるようになったじゃん、うんうん、地図が。その時にあれ、この城五角形だよっていうのが判明したらしくて。で、まあその五角形にすることで四角を作ってお城を守ったっていうことらしいんだけど。はいはい、へえ、そんな歴史があるのね。うん、だからすごい気になってんの。おばちゃん、忍者いるよ。え？ん？忍び確かにすごいけど忍んではないと思うよここから6分登る、うん、天守閣まで6分だって。結構登るね。まだまだ続くね、うん、どこまで続くんだろうこれ。結構高い、結構高いよ。結構登るねこれね。あらま、ああそこに石垣が見える。でね、やっぱね、これお城さ、天守閣までさ、結構緑がいっぱいあるじゃん、うん、自然豊かな感じするじゃん。そうだね。やっぱこれね、幽玄の美って言われてて珍しいっぽいよ。え、そうなんだ。うん、あの幽はさ、幽霊の幽にさ、玄は玄米の玄ね。あ、がっちゃん、これあれじゃん、どんぐりさ、集合体恐怖症の子にはちょっとあれじゃん。いや、均一じゃないから大丈夫。あ、そういうもんなんだ、うん、うわ、ほら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 、めっちゃ落ちてる。うわ、すごいね。小石よりもどんぐりの方が多いんじゃないかぐらい落ちてるね。すごい量だな、これ、ね。あ、ちょっと一歩間違えると鹿の
個に間違えちゃう感じだねこれね。あ、最初そうかと思ったよ。あ、そうなんだ。うん、鹿の子にしてはちょっと赤っぽいなと思って、よくよく見たらどんぐりだった。また続くんだね。でもなんとなくもう少しの雰囲気してるよね。これ登ると見えるかな。見えると嬉しいです。あのさ、だいたいさ、ちょっとでもチラッとでも見えるじゃん、いつも行ってきたお城って、うんうんうん、ここさ、チラ見もできないからさ、ちょっと不安なんだよね。そうなんだよ ね、どこまで、あの終点が見えてないで済んでるから。そう。すごいな、この石だ。はあ、あー、おお、見えたよ、ようやくだよ。やっと見えたね。ね、ほんとやっとだよ。え、見て、いいね。ほんとだ、すごい綺麗だね。うん、あのね、これだけ海が近いからね、やっぱ海からの敵から守るっていうためにもこれだけ高いところに建てているんだって、うん、あー、そういうことなんだ。しかも海一望できるし ね、すごいね。いいわ。淡路島の洲本城も似てるよね。周りがさ、海に囲まれてるところでさ、高いところにお城があって、で、天守閣自体はそんなに大きくはないんだけどさ、この海を一望できてっていう、うんうん、確かに似てるかもね。雰囲気似てる。うん。高い。高いよ。ちょっと今心の準備してなかったから。高いなって。お、もう兜見えてるよ。え？ほら。本当だ。すげー、後ろが見えるよ。どこに？こっち。そこ歩けるの？進めるの？こうやって行くと階段があって、うん、石段があって、うん、こうさっき L 字型あったじゃん、うん、あそこ登ると入り口があるからちょっと行ってみるね、うん、ぶつかるぶつかる。え？待って、後ろが目の前にあるんだ。どういうこと？ここなんか広くてなんもないよ。おーおお、天守閣だもん。そうなんだ、天守閣なんだ。あ、夜の天守閣だ。あ、夜になっちゃった。仮想現実の世界に行っております。こっち上、うん、なんか書いてある。なにこれ、年が書いてあるんだ。あー、9月って書いてあるね。これは何？これ、なんだろうね、さすまたみたいな感じで、なんだろう、なんだろうかね。あ、ほらほら、かなり長い。あ、魔除けみたいな。いや、見たくなってるね、うん、大丈夫？もちゃん、登れる？きつそうだね。石段、石段ってか、段が高いな、これ。急だもん。真上から見てこんだんだもん。わあ、これもまた、ほぼ垂直だね。ほんとだね。うわあ。行こうか。
おお、見える、すごい。天守閣だね。綺麗ね。うん。ほら見て、五角形。うん。五角形だね。うん。でこれは当時平面でこうやって生活してた人たちは。この領土っていうの、お城の敷地が四角形かと思ってたんだって。すごいことじゃない？あながち間違えちゃうね、これはね。ね。うん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 。でもこれが元禄の時代で、うん、安政の時代になると、うん、埋め立てられてる、広がってるんだね、土地がどんどんね。うん、へえ。ここが増えてる。ここら辺とここら辺も増えてるか。ね、あ、ここなんか丸っと増えてるね。ここなんか丸々なかったところが増えてるよ。ね。へえ。昔の人もすごいよね。ね。いや、あのとてつもなく急な階段だった。久々に膝をぶつけた、うん、あでもあのなんだろうね、やっぱり四国、うん、南海のこうお城、うん、ということもあって海がすごく見えて、そうそうそう、で一番最上階にも地図があったんだけど、うん、五角形をしていたお堀というのがあったんだなっていうのがすごい分かって、ね、ちょっと驚きでした。うん、すごい。まあ、何よりもやっぱ一番は本当に急だったというのと、あと行くまでの道中、本当に天守が全然、天守閣全然見えなかったんだけど、もう最後の最後でドーンって見えるような感じで現れたのは結構衝撃的でした。はいはい、ね。と心に残る天守閣でした、うんうん、やっぱ重さが違うね、うん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 、この着飾ってないんだけど歴史を感じられるお城、うんうん、そうだね、うんうん、味があります。はい、そんな宇和島城でした。はい、はい、ということでぜひ皆さんも来てみられてはいかがでしょうか、うん、はい、次もあれかな、城シリーズかな。そうだね、どんどん攻めていこうと思います。はい、東堂高虎がさ、この作ったって言われてる天守閣さ、うん、まあ、伊達家の二代藩主の宗俊さんっていう人が、うん、大きくね修理をしたんだって。あ、そうなの。うん、でその当時のこの形、相当型っていう風に呼ばれてるものなんだけど、うん、これが今も残ってる天守閣の形なんだってさ。あ、へー、うん、でね、結構ね各階に装飾性の高い飾りとか、うん、うん、まあ、ハフって呼ばれたり、うん、ゲギョって呼ばれたり、面白いな、思いだな。そうで、まあこれね、あの左右対称ってなるように配置された武者窓、うん、うんうん、とか投げ石とかから、投げ石、そう、まあ、その世をね象徴するって言われてる作り、うん、その時のちょっとしたこう流行りっていうのが反映されてるんだね。そうね、あの歴史あるお尻に流行りと言っていいのかあれだけど、だからあれよ、このお城の規模自体、天守閣自体はちっちゃいんだけども、うん、ね、姫路城とか見てきたお城に比べたら今回のお城ちっちゃいけども、うんうん、すごくいろんなところにその建築の、ね、細かいところがやっぱりそういうところが反映されているんだね。そう、すごい作りなんだよ。うーん、で、まあね、あの現存する12の天守閣の一つっていうことで重要文化財に指
成されておるわけですよ。はい、立派なお城なんだね。あとね、四国はね、うん、このね、現存する天守閣持ってるお城が結構あるから、ほう、まあこの後順番にむっちゃんの城巡りに行きますので、お付き合いお願いします。はい、一緒に行きましょう。